僕が単純に好きそうなシチュエーションとセリフ。ざっくりしてんな。何だろう。さん、今のシチュエーションってそもそもどんな女の子好きですか？じゃあスタイルだったスら。タイル？スタイル？なんだろうな。俺、それ聞かれていつも困るのは、別に見た目そんな自分よりでかくなきゃいいとか、あ、ちっちゃい子が自好分きよなんりだ。背が高いと、なんか落ち込むの。なるほたまにど。電車とかで隣に180ぐらいある人が並ぶと、頑張って背伸びするもん。自分が高い方が嬉しい。そうなんだ。あと自分より重くない人。なるほど。なんかまあ大体取っの人組み合いは。になった時負けそうだから。俺今69キロだけど、それ重くなければ。なるほど。あ、じゃあうちはとりあえず大丈夫だ。大丈夫だまあ普から。通超えないだろ。杉田さんの好きなシチュエーションか。あ、じゃあ、あ、来た。わかんないけど、はい。須とりあえずやってみよう。ともかず。笑っちゃって。ともかず、ここに座んなさい。はい。じゃあ、りえちゃんがともかずだとして。ああ、そうしよう。ああ、ちょっと胸元がかゆいな。なんか、ちょっ胸と、元を書いてやろうか。私はともかず、胸元を書いてやろうか。待って、杉田さんのイメージどうなの？ああ、ちょっと今日は暑かったから、なんか久しぶりの夏日で、なんかちょっと汗もができちゃったかもな。あ、汗もかい？胸元を書いてやろうか。ちょっとだけ書いてほしいな。任せろ。りえちゃん、ありがとうね。完了。こういうやむにやまれず、ちょっと胸元に触るっていうシチュエーション、男の人が憧れるんじゃないの？何が？違うの？違うんですか？胸元は書きたいと思いました。いや、でもスタートの須崎の優しい年上の声はいいなと思って。お、本当ですか？年上が好き？年上が好き。今ヒントが来た。でも年下の姉が欲しいとか思ったこともあったからね。年下の姉って何ですか？なんだ、年下の姉病んってだ発想だろ。どういうこと？病んだ発想だろ。最近の流行りでそういうのあるらしい。なるほどですね。ひどいね、本当ね。年下の姉。じゃあ、りえちゃん、それ意識しつつやってみて。年下の姉を意識して。はい、高橋くん。友和？友和？私？あ、なんだい？高橋。かっこいい声だよ。なんだい、高橋くん。友和、私、お誕生日なの、実は。そうか。でも僕はちょっとそういう経験がないから、何をプレゼントしたらいいかわからないや。私、友和が欲しい。友和はどうしてくれる？僕はとりあえず二次元に逃げます。これで完璧では。これは人生の先生、聞いてました？聞いいてや、ましたか？須崎の切り返しは同じこと言ったことある。あ、とりあえず僕は二次元に逃げますって言って。言ったことあるんですはか？い、次行こう。で、お兄ちゃんが一緒に暮らしている妹から言われたらキュンとしちゃうセリフ。僕ね、女の兄弟いないんでね、幻想を抱きまくってるんだ。これすっごい楽しみなの、これ。それコテンパンに崩してやろう。そうですね。現実は辛いな、クソだな。お兄ちゃんか。でも杉田さんがお兄ちゃんだったらどう？実際。杉田さんがお兄ちゃんだとして言ってみたいことか。なんなんだ。杉田さんがお兄ちゃんだったら、もうなんとかの声やってよって言いまくる。いいじゃない。私もやりたい。マヤマンのセリフ言ってって。本当の趣味じゃねえか。しかも言うセリフ、もう俺を見るのやめろだろ。ああ、もうかっこいい。言ってくれちゃうの。それダメじゃないか、妹に。妹と、妹だからね。妹だと甘やかすよ、妹は。お絶対兄ちゃんを喜ばせるセリフか。どうだい？はい。須崎くん。お兄ちゃん、今日一緒にお風呂入ろう。私が背中流してあげる。植物的だな。なんで？大丈夫かな、うちだけみたいになってきた。大丈夫か。うちだけ。はい。高橋くん。お兄ちゃん、私の背中伸ばして。お自分で笑ってる。すいません、逆に流してもらう側。なるほど。お兄ちゃんはしてやりたいんじゃないかなって。思ったんですけど。杉田さんは妹がいたら流してほしいですか、流したいですか？両方。いや、自分で流したいかな。流したいんだ。くすぐったいって言っても多分やめないと思う。お兄ちゃんほら、リアリティがあること言い始めた。やだ、ちょっと気持ち悪いんですけど。気持ち悪い時に気持ち悪いって言っていいんですね。言っていいと思う。誕生日に何が欲しいか聞かれた時の100点満点の回答。何だろう、誕生日に何が欲しい。俺が聞くってことなのかな、これは。杉田さんが聞いてくれて。そうか、誕生日近いけど何か欲しいものあるとか。なるほど。何かあるとか、そういうことを聞いてくんだな。これ一択じゃないですか。お、何？高橋君、じゃあ聞いてください。
高橋くん、うん、誕生日近かったよね。はい。なんかある？先生が欲しいです。あれ違う？びっくりしたの、どうしたんだ？違う。私ね、杉田さんには正義が強いんだよ、それは。そうなんですね。結構今日のゲスト2人積極的だね。大丈夫か？いやいや、そういうのに寛大なのは嬉しいんだけど、うん、おーとととと、どういう、杉田さんは自分から出すの得意だけど、やられた途端にびっくりするタイプだから、なんでそんな研究してんだよ。大体合ってる。もう DT だと思って間違いないから。やめなさい、はい、でもこう、なんか両思い同士の人たちが DT ってディメンショントランスファーの略だから。はい。私はやっぱりそう言ったから、ちょっとなるほどね、お相手のことをちゃんと欲しがる。いや、これ俺なんて書いたんだっけな。答えを想像したんですけど、真面目に答えてた俺。なになになに、恥ずかしい。なに、君の好きなものを教えて。これどういう、これは多分杉田さん誕生、自分が聞かれた場合だこれ、うんうんうん、杉田さん誕生日近いですよね、何欲しいですかって聞かれたらそう答えてる、うん、君の好きなものを教えて、で自分の好きなものをむしろ俺にくれっていう、それ、うん、君のこと知りたい、めっちゃ好き、めっちゃ好き、めっちゃ好き。ちょっと若干高橋さんメルヘンだね。いいですね。でもこれはね、女の子みんなキュンとするよね。言われたこと、多分その子の相手の個性が来るのよ。好きなもの、映画でも本でも、あ確かに、うん、面白い、逆にその子のことを俺も好きだから知りたいから教えてくれってことになるの。杉田さんにこんなロマンチストなところがあったなんて知らなかったよ、うん、こんなに真面目に答えてると思わなかったわ。この間は恥ずかしいところを見せてしまなかったな。君の姿を見てメロメロになってしまった。僕の全てを見て欲しかったんだ。可愛い剣玉だっただろう。